10年やってきて一番大きなあのチャンス。男武田浩三、人生最大の戦いへ。その相手はルアカーオポープラムック。第3回世界一決定戦では小比類巻を怒涛の膝蹴りで KO。 そして決勝、これぞムエタイの神髄とも言うべき華麗なる足技で世界王者マサトを圧倒し判定勝ち。一晩で日本人2大エースを打ち破り見事世界王者に輝いた。国技ムエタイの実力を世界に証明した男として、母国タイでは文字通り英雄となったブアカオ。しかし大会後も凄まじくトレーニングを継続。その地位に甘んじることはない。しかし武田は日本が世界に誇るムエタイハンター。これまで必殺の右ストレートで数々のムエタイ選手をなぎ倒してきた。相手が誰であろうが狙うは KO 勝利。人生の全てを込めたこの拳を叩き込むのみ。フィニッシュはやっぱ右のストレート。ここで本当に武田浩三を見せないと、何のためにやってるか分かんないですから。ムエタイ頂上決戦、武田魂の右ストレートは炸裂するのか。必殺の右ストレートの最終チェックをする武田。アップといえども一撃一撃に魂が込められている。男武田浩三、いざ一世一代の大舞台へ。世界王者になってから初めての試合となるブアカオ。瞑想にふけり集中力を研ぎ澄ます。そして一点、激しいミドルキック。静と動を巧みに使い分ける最強の男が武田に牙を剥く。さあ、いよいよダブルメインイベント、日本の武田浩三が現 K-1 ワールドマックス世界王者に挑みます。年の差10歳、32歳の武田か、22歳の世界チャンピオンブアカオか、夢の対決ですね。そうですね、まあ、本当にあのブアカオ強いんですけど、はい、僕も武田選手にチャンスあると思いますので、今日はあのブアカオ の距離に対してどう戦うか見たいですね。はい、またわらじ世界チャンピオン、そのベルトです。ジャッジブアカオ、武田にブアカオ。今試合が始まりました。武田浩三、人生最大のチャレンジ。まずファーストコンタクトどうなるか。距離を取りながらお互いに、とにかく前ですからね、ブアカオは、あの前蹴りを、はい、この前蹴り、前蹴りと左のミドルですよね、それどう、懐に入るかですね。武田コールの代々木第一体育館、互いの距離は埋まらない。まだ互いの距離は埋まらない。コンタクトはまだ。さあファースト、ブアカオ待ってますね、待ちましたね、はい、チャンピオンの方が待っています。ワンツーは武田。この武田の独特の姿勢、坊主頭、短く刈り込んだこの髪型は武田のトレードマーク。そしてこの割れた腹筋に前蹴り、きた、まず来ましたね。マサさん、このブアカオと、ね、7月7日の対戦がありました、それから3ヶ月、今日見てどうですか。まあなんか、まあ、立ち上がりはなんかムエタイみたいになってますね。そうですね、ビリした、スタートで、マサさん、実際に手を合わせて、このブアカオの凄さっていうのは象徴するとどんなところですか。うまいですよね、やっぱり、はい、なんていうんだろうな、連打を許さないし、まあ、入っていくと前蹴りでって、コンビネーションです。武田は言っていますが、この前蹴りをどうさばいていくか、この前蹴りのさばき方をずっと研究してきたと。このさばき方一つでもって戦い方が変わってくると、そう言っております。前蹴りでしょうね、前蹴り、でボディとか武田選手が、ね、左とか打てると、はい、途端にチャンスあると思うんですけど、今なんか本当に一発狙ってましたよね、武田選手右を、はい、見えないパンチですよね、武田はもうとにかく右ストレート、さあ右のロー、武田のローキックがまず出ました。納得のローキックか。
うなずいている武田、まあ、完全にムエタイのリズムになってますね。そうですね、2人とも K1 のリズムじゃなくムエタイのリズムになっちゃいましたね。音楽こそ流れておりませんが、うん、赤のグローブはブラカオ世界チャンピオン、一方青のグローブはしかし武田も、ね、畠山さん、かつてはこの武田はムエタイの殿堂ラジャラムダンでチャンピオンに輝いてますからね。そうですね、まあ、やっぱり、武田選手としてはやっぱりミニストレートカウンターで一発狙ってるんですよね。なるほど、だからクワッカーも攻めてきてくれないと、武田選手としてはちょっと厳しい戦いになるかなって感じしますね。ゆっくりとこの拳を上下させながら独特のリズムでこの両者見合っております。ちょっと前地獄ができてますよね。はい、なんとも言えない空間がこのブアカオと武田両者の間に、うん、制空権が出てます。3勝カウンター、田中のカウンター、逃げしてない田中だ。残り10秒、チャンスありますよ、チャンスありますよ。武田構造いいパンチですよ。じっと見ている武田、いざ来た。このローキックは、このローキックはいいと思うんですよね。このロー2発目ワンショー、ここで今月第1ラウンド武田ブアカオ、その間に何とも言えない空間、しかし武田のローが2発、右ストレートにそしてローキック、いやー何とも言えないこの殺気だった空間がありました。すごい制空権ができてましたよね。はい、ただの空気なんですけどね、何かこう固体のような感じですね。周り地獄というかですね、まあ、このブラカオの前蹴り、そしてこのミドル、これも強烈でした。前蹴りとそれから高速ミドルキック、これに対しての武田のカウンター、惜しかったですね。今もう少しでしたね、これが第1ラウンド、独特の緊張感の中で試合が進みます。さあこの後第2ラウンドです。まだ両者ほとんど顔に体に傷はありません。第2ラウンドが始まりました。現世界王者のブアカオ、一方かつてラジャラムダンのチャンピオンに輝いたムエタイ選手、日本の武田。さあ このラウンドは出てくると思いますよ、はい、あのブアカオも、武田選手も動いてきましたね。リズムが変わってきました、うん、第1ラウンドと明らかにリズムが変わってきたこの第2ラウンド。さあこの第2ラウンド、流れを支配するのはどちらか。ストレート、ローキックからストレート、左武田、一方ブアカオも返す、刀のようなこのブアカオの前蹴り、わあ左飛ばしてきました、飛び膝、ブアカオ飛び膝。ハサさん、はい、赤コーナーブアカオサイドですけども、もうとにかくですねローキックをもっと強めに、そしてローを出した後のパンチに気をつけろ、特に右だという指示が飛んでいます。はい、カウンターのその右を武田が一発入れております。ハサさん、はい、青コーナー武田サイド、ガードをしっかり上げて、蹴りからなんだよ蹴りから、パンチはいらない、正面向かずに半身の姿勢でジャブロージャブロー蹴りからだと言っています。なるほど、という両サイド陣営の声です。このミドルですね、これですね、ブアカーの強いのは。これで武田の右腕はね、悲鳴を上げてくるでしょう。これメーターのセオリー通りですよ、ね、はい、右のパンチを潰すには左のミドルで、はい、腕を潰しにかかってました。右のローキックは武田、このローをどれだけ出していけるか武田。第1ラウンドの一発二発と非常にいいローが入りました日本の武田構造。左のミドルが飛んできます、再三にわたって飛んでくる、刀のような鞭のようなこのブアカオの左の蹴り、こんだけやっぱり左の蹴りを右手に加わったら、右ステップ確かに打てないですね、なってくるんですね、どんどん。これしかし武田という男はこれどんなに蹴られておられたって別に構わないっていう、そういう人間ですよね。さあこちらうまいスリップ、ブアカオうまいですね、はい、第2ラウンド残りが1分を切りました。見合ってきた第1ラウンド、この第2ラウンドは共に手数が出ております。左のミドル、ローを返す武田、左ストレジャブ打っていく武田、さあどちらが出す、インロー武田、武田のローキックか、ブアカオの左のミドルか、武田は言っています。かつて10年前にジムに入ったその瞬間に会長から言われた、お前はパンチとそれからローでいけ、その一言で今まで10年間パンチとローしかやっていません、それしかできませんと武田は言っています。いいミドルが入ってきましたね、はい、あーいいパンチありますよ。湧き上がる代々木第一体育館、さあ残りは15秒、残り10秒を切った第2ラウンド、ワンツーノキック、
った。もう一度ロー。ローキック。はい。ロー、蹴って蹴って蹴り続けてきた10年間。男武田浩三この背中。第2ラウンドも攻めました。あのミドルをちょっともらいすぎてると効いてきちゃうんで、ね、ちょっと良くないですね。はい、かなりこの序盤からブアカオのこの左のミドルキック、マサスさんもね言う通りこの右手を狙った、この右の腕を狙ったこのミドルキック、あの武田選手としては多分あの左ミドルに軸足に、はい、軸足をローキックで合わせたいところなんですよ、なるほど、そういった打ち合いのような形がありました。それを狙ってるんだけど、やっぱスピードが速いから、なかなかタイミングが多分合わないんですよ。今タイミングを見てると思います。なるほど、従ってその武田の目線はブアカオの軸足を、左足を捉えています。さあ第1ラウンド第2ラウンドと共に両者ダウンはまだありません。第3ラウンド、ファイナルラウンドに入ります。このファイナルラウンドで果たして決着はつくでしょうか。ムエタイの威信をかけて、その威信を復活させた、復権させたブアカオボープラムック。さあ武田前へ出ていきます。ここで武田浩三を見せないと、何のためにやってきたのかという格闘生活10年、武田浩三。あのローキック、ナイスね。前蹴り武田、距離が少し近づいてきた。出てきましたね、緑の連打が。前出てきた、ワンツー、ミドルキック、今度は右。さあ武田、何か声をかけたぞ、うん、武田の頂上はしかし揺らがない。ハッサさん、はい、青コーナー武田サイド、蹴り返せ、落ち着きすぎなんだよとまず言われましたね、左のジャブから右のロー、井原会長も相手は足を怖がってるんだからどんどん蹴ってやると声を飛ばしています。なるほど、ブレイクという武田浩三、こちらです。ハッサさん、ファイナルラウンド、はい、そしてこちらですね、上川サイドですが、プラムクジムの会長がですね、とにかく左右のキックどんどんと出していけと、もうファイナルラウンドなんだからどんどん受けという指示が飛んでいます。なるほど、この選手もちょっと手数欲しいですね、どんどん足、そうそう、大きく、これはスリップか、スリップです、これはスリップ。さあ右ストレート、これは一瞬避けました。残りがまもなく1分20秒、左を飛ばす上川を、さあ左ミドルキック上川を、政官の永井会長も武田浩三にとにかくお前はパンチとそれからローでいけ、この一言、武田浩三、僕はそれしかやってきませんでした、それしかできません、これに全てをかけますと、そう言っています。時間がないですかね、1分を切りました、もう最後1分を切りました。ないですね、なかなかカウンターを出させませんよね、はい、武田のカウンター封じか、左フックから膝、今の左フック一瞬効いたんじゃないですか、距離を詰めて、さあ武田右のキック、左のミドル、どちらが蹴るか、どちらが蹴るか、蹴り倒せるか。さあ武田もかなり熱くなってきた、残り10秒、時間がないですから、時間がありません、残り10秒を切りました。前蹴りブアカオ、上川の前蹴り、なかなか右ストレート打たせてくれないですね、ワンツー、ワンツー、ここで時間切れ、ここで3分経ちました、ファイナルラウンド、果たして判定結果は出るかどうか。ちょっと届かなかったですね、右が。武田浩三、そしてチャンピオン上川を、3ラウンド、果たして判定結果は出るでしょうか。もうちょっと見たいですけどね。本当にお互いのこの間合いを取りながら3ラウンド戦ってきました。再三にわたってこの武田の左右腕を攻めたこのブアカオの左のミドル、これに対してその武田のロー、マサスさんがおっしゃったのはこういう形ですよね。そうですね、もう武田選手のローっていうのは本当もうなんか硬い金属バットが、ちょっととんがったような金属バットで叩かれているような感覚なんですよね。勝負の結果は判定です。さあ判定、
武田の右の肩から腕にかけて赤く腫れています。さあ結果が出ます。ジャッジ水岡雅人30対30ドロー。まずドロー。ジャッジ清水達也30対30ドロー。ドローです。延長です。30対30ドロー。両者移動以上ありません。両者移動以上ありませんでした。延長戦に入ります。これはもう泳ぎのお客さんも大歓声。いやなかなかこれはもう判定の結果は出ません。これはもう誰もが延長を楽しみにしたところでしょうね。そうですね。手数はやっぱりバカの方が多いんですけど、なんか、はい、ポイント取るのやっぱうまいんですよね、見た目、はい、ただ武田選手もよく返してましたし、致命的な打撃は受けてませんからね。はい、延長の1ラウンド目に入りました。さあ左武田か右ブアカー王か、現ワールドマックスの世界チャンピオンか、かつてのムエタイのラジャナムダンのチャンピオンか。ここはもう延長、とにかく攻めるしかありませんね。積極的なコンビネーションはブアカオ、よく手が出ますよね。手も足も出ますよね。ブアカオは自らをいじめ抜いてきたというこの武田浩三、何度も酸欠で倒れたそうです。はい、ハサさん、ブアカオサイトですけども、はい、お前はどうしてチャンスでもっと攻めないんだ、もっと全てを出していて、カッコばかりつけてるんじゃないと、はい、かなり激しい激飛んでいます。そうですか。ちょっとそういうじれているようなブアカオサイド白アナウンサー、ハッサさん、はい、青コーナー武田サイド、もう具体的な作戦はありません、はい、気持ち気持ち、もう行かなきゃダメだ、流れは来ているんだからと、はい、その声を受けてか、明らかに表情変わりましたよ、一段と引き締まってます。さあ左のジャブが入りました。左のショットはそういうの、さあもう一度左ジャブがいいですね、当たってますよジャブ、はい、ちょっと動き出しましたね試合が。いや3発その武田の青いグラブ、左のジャブが入っています。この辺りはベテラン百戦錬磨の武田浩三、タイ人との対戦はムエタイ選手との対戦はこれでトータル30戦目となります。一方のブアカオは22歳の若さで405試合もすでに戦っています。何しろ8歳の頃からムエタイに勤しんできた伝統の国技、700年の伝統、このムエタイ、タイのブアカオ世界チャンピオン、残りが1分20秒と間もなくなります。前へじわりじわりと出てくるのはブアカオ、カウンターを狙うか武田、ワンツー、左のミドル、右腕赤く腫れている、カウンターが空振り、空を切った武田、狙ってますよ武田選手、はい、一発超合金のそのパンチ、右のストレートと右のローキック、この2つに全てをかけてきた武田浩三、世界を取った右の拳。武田選手右ストレート本当タイミングがドンピシャですからね、ダブルキック、このタイミングがいいんですよ、このローをどんどん合わせた方がいいですよ、蹴りにカウンターのローを返していきます、合わせていきます武田、サミドル、ブアカオに打たせて、そして武田のカウンター狙い、残りが30秒となります。果たしてこの延長エクストララウンド決着はつくか、前出る、さあ運動返す、インド、ブアカオも読んでいる、残り20秒、ローキック、打ち合い、まだ両者ダウンなし、共に決定的な一打はまだなし、残り10秒、ローキック、カウンターのロー、ナイスカウンター、残り5秒、もう一発、ローキック、さあ、こういったブアカオ、エクストラランド、判定に入ります。延長、今終わりました。この延長で果たして決着はつくでしょうか。マウスピースを取った武田浩三、表情はほとんど変わらないこの武田、果たしてこの延長、まあ、互いに手の内を分かって、そしてお互いのやってくることを見ながらそれぞれ手を出していきました。延長、果たして決着はつくでしょうか。スローでご覧いただきましょう。まずはこの左のフック、そしてカウンターの右、まさに、肉を立つってやつですね。そうですね、腕を切らせました、右フック今惜しかったですね、オープンだったっちゃいましたね、いやこれだけ左のミドルを再三にわたって右腕に食らっています。さあ延長の1ラウンド目、決着はつくでしょうか。一回やらしちゃいます。延長は2ラウンド用意されています。果たしてこの延長の1ラウンド目に決着はつくかどうか。
左武田に右ブアカオ、判定の結果をお伝えいたします。どうでしょう、ジャッジ友武10対9、赤ブアカオ、あブアカオ、ジャッジ友住10対10、ドロー、さあドロー、ジャッジ三沢10対10、ドロー、ドローです。延長、延長、延長、延長2ラウンド目、再延長です。再延長、会長が武田浩三に激しい声を送ります。さあ延長2ラウンド目、ジャッジ一つだけ若尾ワンポイントリードつきましたけど、そうですね、さあこれはもう泣いても笑っても最後のラウンドになります。マストシステム、この5ラウンド目ドローはありません。どちらかが決着をつけるために白黒はっきりさせなくてはならない。延長の2ラウンド目、武田か、ブアカオか、さあ武田か、ブアカオか、延長2ラウンド目、トータル5ラウンド目、最後のラウンドに入りました。最初のコンタクト、左のジャブは武田、そしてローキック、インドーも入る、このローキックですね、左フック、武田選手はどんどん良くなってくる感じがしますね。左のジャブ、この左のジャブが延長に入ってから効いています。膝を倒してきたブアカオ、そしてミドル、あー崩れた、武田が崩れた、ホークに持った、武田が崩れた、もったいないですね、ダメージはないんですけどね、まあ、合わせたところにもらっちゃいましたね。平然とした表情の中に武田もらってしまった。さあブアカオが攻めていく、捉えきません、武田が攻めていく、ブアカオが攻め返す、ロキックの、そしてパンチ一筋の男、武田浩三、勝負は結果ではない、自分にとっては内容なんです、その内容こそが全てなんですと武田浩三は言っています。これほどまでに内容にこだわる男、武田浩三、この延長2ラウンド目ダウンを喫してしまいました。ちょっと動きが鈍くなりましたね、武田選手も、はい、これちょっと集中力もう一回貯めて、武田はとにかく勝つためにはもうダウンを奪うしかありません。ポイントはもうすでにブアカオが、あー左利いた、武田が崩れた、さあ食べるか、勝った武田、立ち上がった武田、しかしあと1回のダウンで武田は敗れてしまう。さあ2度倒れた武田、見たり倒れるわけにはいかない武田、でもね、逆に倒しに来るからチャンス出てくると思うんですが、膝が来る、顎が上がった、残り50秒、男武田、ここで武田浩三を壮絶な倒すか倒さないかという試合、ローキック効いてる、ローキックは効いてますよ、上川尾の左足も悲鳴を上げています、上げているはずです。しかし武田が2回のダウン、再び攻めてくるブアカオ、もう一発逆転の武田渾身の右ストレートがローキック、あっという間、残り30秒、よし残り30秒を切った、さあ武田大逆転のパンチが出るか、当たってほしい、あの一発がそうですね、中入ってくる、間もなく残り10秒、奇跡のパンチは出るか、世界チャンピオン、人たち、あー、残り5秒、残り5秒、倒すか、倒されるか、それが男、武田の生き物、ここで最終ラインです。延長5ラウンド戦い抜きました、武田2回のダウンを喫しました。延長の2ラウンド目、判定に入ります。2回のダウンを喫してしまった武田、このパンチにぐらつきました、この左のフック、バズ選手やっぱりブアカーのパンチ効くんですか。いや俺はもうあの時必死でも効くとか効かないとかそんなことはまるで覚えてないですね。蹴りの選手というイメージなんですけど、パンチも結構倒れることあるんですね。判定の結果をお伝えいたします。ジャッジ三沢10対7、赤ブアカオ、ジャッジ黒住10対7、
ち武田の試合を見せました。もう完全決着だね、判定は3対0、 K1 ワールドマックス現世界王者ブアカオの勝利。しかし最後まで武田もらしさを見せましたね。とにかくここまで倒れることなく5ラウンド、その延長5ラウンド目に入りまして、武田2度のダウンを喫しました。ここはさすがにチャンピオンの貫禄を見せました。ブアカオ4ブラブック、武田構造を破りました。いい試合でしたね。結果は全てではない内容なんだというこの武田、武田らしさ、それを見せたいというこの武田です。와봄쇼해가라드굿마스터게임을보고라봄쪽나이트롯고맙탑아리가토고맙습니다ขอบคุณผู้ใหญ่เควันที่ให้โอกาสผมต้องไปเควันครั้งนี้แล้วก็ผมจะไม่ทำให้เป็นมวยที่เชียร์ผมรักผมไม่ผิดหวังครับขอบคุณมากครับอาริกาโตไซมัสさん、はい、ブアカオから直々にメッセージが来ましたね、うん、どうですか。まあブアカオのことは俺すごい好きなんですけど、はい、まあこの間はまあ負けたけど、俺いつもブアカオのことばっかり考えて練習してますからね今。そうですか、はい、そうですか、はい、ブアカオも言ってましたが、去年まで自分はマサトさんに勝ちたいというその一心だけでやってきた、そう言ってましたよ、うん。で今はおそらくみんなが僕に勝ちたいという気持ちでやってるんだろうと、そう言ってました。まあもちろん俺も今のナンバーワンはブアカオですから、はい、やっぱり俺はいつも一番にいたいし、やっぱその一番の座を、まあ、あの俺が引きずり下ろしてやろうかなっていう、はい、いつも頭にあるんですけど。そうですか。敗れはしたが、世界王者を相手に5ラウンドの死闘を演じた武田。ブアカオの左ミドルを浴び続けた右腕が悲鳴を上げる。激痛とともに悔しさも込み上げてきた。一方、武田の鋼鉄の肉体を蹴り続けたブアカオの左足もただでは済まなかった。足がちょっと痛むな、うん、まあ、まあまあ、試合終わったら痛むのは、まあ、普通だから、激闘を制したブアカオ。2005年も王者は強力なライバルとの死闘が続く。